天真爛漫、純真無垢で良かれと思って大失敗、すました顔してボケかます、弾ける笑顔にめげない性格、その名は世界の眞子さま。失敗するとありゃと言っておどけたポーズでごまかそうとする主婦、眞子さま大活躍のコーナーです。全然しな い, しない。ただね、あの驚いた時にね、はい、あの娘と息子にあのそれやめてくれって言われてるんだけど、はい、驚くとね、っていうの、それ面白くないからやめてくれるんですか。なんでそこに行ったんだろう。どう、いつ出来上がったんだろうと思うよね。それが気になる。だって。聞きたい。聞きたい。それでは今日の眞子様、行ってみたいと思います。山梨県の水曜日は休みですから来ております。眞子様、お買い物で留守中、家で午後のお茶してたら、どこかでピンポーンという声がしました。何かなと思いつつお茶を飲んでると、ピンポンピンポーンという声がしたので行ってみると、買い物袋を両手に持った眞子様が玄関前で立っていました。荷物置いて押せよ。ピンポンピンポーン。だよ。千葉市のヘレンマ賞。息子がもう大学生だし、ママって呼ぶのを卒業しようと思うんだ。なんて呼んだらいい？なんて呼ばれたい？って聞くと、眞子様が、としばらく考えて、じゃあ今日からお嬢とお呼び？どういうふうに考えたんだか。大和市のパチョレック。バイデン大統領が来日したというニュースを見ていた眞子様が、あれ？バイデンさんの通訳、戸田夏子さんじゃないんだ。全然違うでしょ。字幕スーパーじゃないんだから。世田谷区の係長パワー。酒のつまみにウニや明太子など、私の大好物を買ってきて、食卓に並べると眞子様が、一口ちょうだいと言って、つまみ食いするのですが、先日あった健康診断で、尿酸値が増えて、先生から注意されると、ねえ、あんた、もう少し私の健康のことを考えておつまみ買いなさいよ。逆切れしていました。山梨県の空指導、眞子様が夕食のおかずの煮魚を持ってきながら、ちょっと火を止めるのを忘れちゃってさ、煮詰まっちゃったみたい。ごめんなさいね、というので、食べてみると、あ、これうまいよ。いつも全然味ないじゃん。煮詰まった方がいいんじゃない？と言うと、え、ほんと？じゃあ今度からずっと火を消し忘れるようにするわ。うん、そうじゃない。そうじゃない。そもそも。天草市の花の名。うちの眞子様に歴代のサッカー日本代表五人言えるかと聞くと、キングカズでしょ、中田秀でしょ、あと田中、あとマルクスと、トゥーリオ。と答え、おい、田中マルクス、トゥーリオを3人に分けるな。ね。トゥーリオじゃなくてトリオになっちゃうだろ。千葉市のヘレンマ城。ちょっと大きめのサボテンを買ってきて玄関に置いた次の日、サボテンに優しく話しかけてあげるといいみたいよ、と言っていた眞子様の鼻の先にバンドエイドが貼ってありました。心の中で大声で笑いました。横浜市の肉三昧。うちの眞子様が頭に割り箸を刺して台所から現れたので、おい、どうしたんだよそれ、と聞くと、ああ、頭が痒くてさ、書こうとしたら、料理の途中で手が濡れていたので、そばにあった割り箸で頭を書いて、抜くの忘れたのよ。脅かすなよ、ということですね。山梨県の空指導、水槽の中で金魚が細長い糞をつけたまま、ゆらゆら泳いでるのをずっと見ていた眞子様。あなた、今日の夕食、流しそうめんでどう？やだやだやだ。やだ。金沢市のアップちゃん。眞子様が足が細く見えるというデニムを買ってきて履いて見せてくれたが、太い。太い。杉並区のブンブンハーツ。眞子様が市川エビ、
眞子さまが市川海老蔵襲名の、なんだこれ。いや、ニュースか。眞子さまが市川海老蔵襲名のニュースを聞いて、名字も変わっちゃうんだ。段十郎っていうの？違うよ。違うよ。横浜市の寮。うちの眞子さまに数が多くても値段が極めて安いことを2と3を使った4文字熟語で言うと何と言うでしょうとクイズを出すと、2、30円バカ。二足三文だよ。2、30円。千葉市のヘレン魔女。小学6年生の息子の授業参加に出かけました。国語の授業で家族をテーマにした作文を作るでした。順番に読み上げていき、息子の番になりました。いきなり、うちの母ちゃんは酒臭いから始まり、その場で気絶した眞子さま。最悪だ。俺は立ち直れない。酒臭い。ね。ね、授業参観で作文読み始めたら、いきなり、うちの母ちゃんは酒臭い。その場で気絶した眞子さま。やっぱり流しそうめんかな。水槽の中の金魚は長い糞をつけたままゆらゆら泳いでるのをしばらく見ていた眞子さま。あなた、今日の夕飯は流しそうめんでどう？どうってね。あと、段十郎さんも。これね、これはよかったね。眞子さまが市川海老蔵の襲名のニュースを聞いて、え、名字も変わっちゃうんだ。段十郎。以上3作品、優秀作品には可愛いデザインの福之助をプレゼント。